ングルのセンターに選んでいただきました。イエーイいや本当にこれは本当にありがとうございます本当にありがたい限りです。なんか大人の方が選んでくださったのもそうだし、でも選んでいただくからにはきっといろいろな理由があると思うんですけど、その選ぶ過程にやっぱりその選ぼうって思わせるきっかけを作ってくれてるのはやっぱりファンのみんなの、サニーのみんなのおかげだと思うので、本当にみんなの応援のおかげで今回、選んでいただけるような結果をいただけて、敬語に敬語重ねすぎて意味わからん言葉になってて申し訳ないんですけど、はい、本当にありがたい限りです。センターは表題曲だと、シングルセンターだと3枚目の、春はどこから来るのか以来4年ぶりになるのかな、そうなんですよ、4年ぶりにやらせていただきます。ほんで普通に楽曲のセンターは絶望の後で以来かな、だからセンター曲をいただけるのが本当に久しぶりなので、それもすっごい嬉しいです。ありがとうございますそうなんですよ、誕生日まであと11日というところを目前に、はい、去年の誕生日にお話ししていた22歳の抱負を叶えて皆さんにご報告することができて本当に嬉しいですイエーイ、やったねはい、まだ楽曲がどんな感じになるのかとかは、はい、まだわかんないんですけど、今回のシングルは新潟放送局4局の横断オムニバスドラマ企画の主題歌として、はい、決定したので今回その4局横断オムニバスドラマの全体を通しての主演をもさせていただくことになりました。どんな感じになるんでしょうか。そう、この合同ドラマっていうのは、その放送局が新潟には4局あるんですけど、その4局それぞれで放送されるドラマがあって、それごとその1局ずつに中心になる、そう、なんか各ヒロインがいるんですけど、それを全体を見て通して見た時に主演になるのが、主演っていうかなんか一つのお話の主人公になるのが私みたいな感じらしくて、はい、なのでそれも楽しみにしててください、はい、そうなんです。以前あのショールーム選抜、市直丸さんありがとうございます。ショールーム選抜のあの話が出た時に参加しなかったのは、そういった理由もあったからだったのでした。私はショールーム選抜もやるっていうよりかは、今回このドラマ企画に携わることが、そのなんかどうしようかなってめっちゃ迷ってる間
に決まったのかな。そう、それで、まあ、直前になって、はい、今回はショールーム選抜挑戦するのはやめて、今回のドラマ企画とセンター立たせていただくなら、その企画をたくさん盛り上げていけたらいいなと思って、こっち側を頑張ることにしました。はい、それで、メールとかでファンのみんなに言ってたのは、そう、なんか今回センター立たせていただくのと、あとドラマの主演をさせていただくので、なんかやっぱり拡散力っていった部分でサニーのみんなにはすごい協力してほしくて、なんかもちろんみんなに楽しんでもらえたらいいなっていうのもあるけど、サニーのみんなは私にとってすごく近くで信頼している存在なので、一緒にこの企画を盛り上げていく一人になってほしいなって思ってて、はい、なのでドラマの盛り上げてもらう役を託します。あとシングルも盛り上げていく役を、大役をサニーのみんなには託します。はい、私もなんだろうな、なんだろう、私の今回のセンターの目標はあんまり背負いすぎないことで、なんか春床の時はなんかこれからの NGT をやっぱ引っ張っていくぞみたいな強気な気持ちが勝ってたので、でもそこからなんかキャプテンやらせてもらったりとか、それこそ AKB の方で活動させてもらう機会もあったり、あとはその後輩がセンターになって、その脇でその姿をなんかずっと見てて、やっぱセンターってそんなになんか気負わなくていい存在なんだなっていうのがなんか客観的に見て分かったので、なんか変にでもなんか、背負わず行こうって思っても多分なんかドキドキして変にナーバスになっちゃうことが多いので、それをの乗り越えたいなって今回は思ってます。だし、なんか今回はそれこそここまでツアーをずっと一緒にやってきた、一緒に過ごしてきた時間の長い同期だったり後輩のみんなと一緒に歌える楽曲なので、なんか私の曲っていうよりかはやっぱみんなで歌えることがすごく嬉しいし、なんか NGT48 にとってまた一つ新しいなんか層の厚さがプラスされるようなシングルになったらいいなっていうふうに思っております。はい、だからなんか、別に私が引っ張んなくても今の NGT は全然大丈夫なので、タイミングとご縁あって今回私が真ん中に立たせていただけるわけなので、本当にそれぞれのメンバーがキラキラ輝くところをみんなには楽しんでもらえたらいいなと思っております。はい、そんな中でチームサニーには特別に任務を、はい、与えたいと思います。よろしくお願いします。そうなんです。どんな曲になるのか楽しみね、ほんとね。
ドラマの方もね、いろいろ進行しておりまして、ドラマはなんかその配役を決めるオーディションが実はあったんですけど、そんなオーディションも得て、で決まってからはなんかレッスン稽古みたいなのも何回かやったりなどして、着々と撮影に向けて進んでおります。そのショールーム選抜もカップリングで入ると決まっているので、それもあったりなどして、はい、楽しみですね。板尾さんが出るんだよね、楽しみねえ、本当にあの豪華キャストの皆さんとご一緒させていただけるので、あのいいものにできたらいいなと思っております。ウルトラマンに仮面ライダーもすごい、そうなんですよ、なんかヒーローに囲まれちゃって、で今日トチオンガーもいて日暮らしの時も稲葉さん仮面ライダーだったので、なんかご縁がありますね、ヒーローたちとゆきさんありがとうございます、ありがとうございます。はい、あんまり喋るとお話のネタバレになるので、あの皆さんには初見で楽しんでいただきたいんで私から言うことは何もないんですけど、はい、どんなあのストーリーになるのかなと楽しみにしててください。みんな日向センターどう思った、大丈夫かななんかね、そのなんかセンターですって言われた時っていうか、その言われ方が結構ぬるっとだったのかな、だからかな、なんかその発表されるあの時まであんまり実感がなくて、次のシングル真ん中なんだみたいな、なんか実感がなくてね、そうなの、なんかそうなの、はい、ゴンさんありがとうございます。どのように伝え、どのように、なんかそのみんなの前でとかではなかったんだよね、なんかおのおのそのドラマの配役はおのおの伝えられたみたいな感じでそうなんですよ、それでなんか、シングルの表題イコールドラマの主演っていうのもなんか結構なんかこれは私のそのスタッフさんが喋ってた内容をあんまり100理解できてなかったからなのかななんかあんまり実感がなくて、なんかドラマ主演の人がそのオーディション企画、なんかオーディションしますみたいな、そうドラマ撮影陣とオーディションしますみたいな話になって、でなんかドラマの主演の人が次のセンターなのかなみたいな説明の仕方だったから、なんか本当に本当になんかあの主演ですって言われたから、主演ですって言われて、んってことは主演なのはあの分かりましたって、ただシングルもこれはセンターって思ってていいのかなみたいな、どうなんかなみたいな、はい、どうなんかなみたいな、そう、それで、なんかあの映像をちゃんと見たときに、あ、センターでしたみたいな気持ちでした。マッチンさんありがとうございます。
どうなんかなって聞いた。いや、なんかね、私ってね、あのそういうところはね、陰キャだからね、聞けないのそういうところがね、陰キャだからね、聞けないんだよねうん、そうなんだよ。いろいろと情報がありすぎて整理できてなかったのか。そうなんだよね。はい。でなんか、うん、まあいろいろもろもろシングルの制作も多分進みつつあるんだけど、私たちもまだ全貌がいまいちよく見えてない部分もあるので、私はなんかずっとドラマの主演イコールシングルのセンターなのかは結構ずっとどうなんだろうと思ってて、なのでなんかあんまりずっと実感がなかったですね。なので、はい、今回のシングルも頑張ります。どうぞよろしくお願いしますうん、運営さん伝えたつもりだっただろうな。確かにそれで伝わったと思ってたと、だんだんだと思うこれからもっと実感湧いてくるかもね。なんかもろもろの撮影などなどが始まったらそんな風に思ってくるのかな。うん、とりあえず絶対 CD 買います。ありがとうございます。絶対 CD 買ってくださいはい、よろしくお願いします。また新しく自分のいい経験に一つなったらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ということで、いっぱいいっぱい SNS も更新して、モバメは書くならなんか気合を入れて書きたいなと思ったので明日に送ることにして配信しました。なので SNS ぜひチェックしてください。 TikTok も更新したのでよかったら見てくださいねはい、配信見てくださってありがとうございます。今日のあのツアーのアンコールで被った被り物は、私は佐渡金山を被りました。マリちゃんパパの一番の新作らしくて、はい、すごい新作をいきなり任せていただけてありがたいです。なんかね、最初は日向でラジオで日向祭りをやってるから、日向祭り、ひな祭りでひし餅をかぶる予定だったんですけど、なんか新作の佐渡金山なんか人数以上あって、かぶり物の数が、そう、それでなんか佐渡金山がせっかく新作だし、今ね佐渡の観光公式応援サポーターさせていただいておりますので、佐渡金山をかぶろうってなってかぶりましたはい、マリちゃんパパ感謝です、本当にありがとうございます。マジでマリちゃんパパの力作だよね、あれ。結構一個結構いいお値段してて、そんな大切なかぶり物私たちで被らせていただけて本当に光栄です。ありがとうございます。万代橋笑ったわかる、はるかは万代橋だった、うんうんうん、はい、楽しかったです。ツアーめちゃくちゃ、でもめちゃくちゃもう今
段はアドレナリンが出てるんでいいんですけど、今日寝れるかな、興奮してて寝れないんじゃない体が。レインボータワーもあったよね、ありました、ミュウミュウが被ってたよ。ステージメイクかい、イエーイ。なんかいつも通りメイクしたつもりなんですけど、なんか今日はちょっとメイク違うねって言われた。どうだろう。アドレナリンって出てるとわかる、わかる、なんか体が重さを一切感じない。体の重さを一切感じなくなります。はい、ふわふわして、うん、なのかな。はい、というわけで、でもね、私は明日もあるので。はい、寝ますよ、みんなも寝て。みんなもちゃんと寝てね。はい、ありがとうね。ちょっとたくさんお祝いしていただけて、あのタワーを送ってくださった方の名前をちゃんと全部読めているか不安なのですが、配信終わりますね。風呂入るのよ。入るよ。入るよ。反抗期。お母さんいっぱいいる。お母さんいっぱいいる。お母さんいっぱいすぎる。ああ、もう入るから入るから。わかったわかった。わかったって。ちゃんと肩まで浸かるんやね。わかってるよ。歯磨けよ。ああ。しろくせえ。肌のケアちゃんとしない、ちゃんとメイク落とすから、もうもう分かったって。こんなお世話してもらって、布団で寝るんで大丈夫大丈夫。うん。10数えるんだぞ。ああ、もう、もう小学生じゃないんだから。はい、ありがとうね。本当にありがとう。じゃあ壇上に上がってくださってる皆さんのお名前をお呼びします。13位、日比智弘さん。12位、チームG大好きさん。11位、オニオンさん。10位、モノリスアットサニーさん。9位、ラーメン大好きさん。8位、クロイロンズメキンアットサニーさん。7位、ユウキさん。6位、ゴンさん。5位、ミチノーマルさん。4位、ヒロさん。3位、シュンさん。2位、シモジュンさん。1位、マッチーさん。ありがとうございます。はい、というわけで、これからも NGT48 の応援、皆さんぜひよろしくお願いします。配信見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ。